美味しくて健康的で普段の料理をワンランクアップさせてくれる一石三鳥のオイルが今人気なんです。香り豊かなごま油にオリーブオイル、健康に良いとされているアマニ油など、去年家庭用食用油を取り巻く市場は過去最大となる1600億円を突破しました。こうした背景には健康志向の高まりだけでなく、コロナ禍で自宅で料理する機会が増えたことにあります。オリーブオイルを使う量が増えたのと、チャーハンとかだったらこうごま油使ったりとかにして作ったりします。私使い分けしてますね。およそ40種類のオイルを取り揃える札幌市内のスーパー、需要の高まりを受けて取り扱うオイルの種類も年々増えているといいます。売れている商品はどちらになりますか？そうですね、最近ですとこちらのニップンのアマニ油、これが一番お店では売れておりますね。はい、ご年配の健康を気にされているお客様が多く購入されていますね。さらにここ最近よく売れているのがアボカドオイルです。熱に弱いオイルが多い中、アボカドオイルは炒め物など加熱調理にも使うことができます。こうしたオイルが注目される一方で、根強い人気を誇るのがオリーブオイルです。サラダだけでなく、最近は冷ややっこや焼き魚など和食にかけて食べる人も増えているそうです。ちなみに店長おすすめの食べ方は、いぶりがっことクリームチーズを混ぜるとよく合うっていうので、そういうのに、はい、ちょっとオリーブオイルも垂らしていただけると、より本格的なおつまみになるかなと思います。さらにデザートにも、普通のお安いアイスがワンランク上のちょっと上品なアイスに早変わりしたりしますので、そこで田口アナも早速初挑戦。うわ、どんな味がするんでしょう。コクがあってオリーブオイルの果実っぽい香りが鼻から抜けていきます。バニラアイスがすごいリッチな味わいに変わりました。同じような料理手法でも全然味わいが変わってくるので、ちょっとした一工夫でいろんな料理をお楽しみいただけることだなと思います。